ジュール確認。どこに行こうかな。なるべく遠くにシュッと。釣れました。いいもの釣れるといいな。釣れました。目的地は気の向くままに。どれくらい休憩しよう。
チキショウ。あれ、マティアス、ずいぶん疲れてるみたいだね。ああ、今の今まで先輩にしごかれてたからな。先輩って騎士団のですか？そうそう、団長と副団長だな。おお、豪華なメンツだね。そんな人たちに特訓してもらえるなんて、さすがマティアス。ま、王族だから特別ってことなんだろうが、あの二人マジで容赦ねえんだよ。団長は俺の剣の師匠なんだけど、めちゃくちゃ厳しくってさ、ちょっとでも型を間違えるとすぐ技をぶっ放してきやがんの。副団長は見た目は可愛い女の子なんだけど、稽古の時毎回毎回きっつい一撃なんだぜ。うわー、騎士団ってすごいところなんですね。私には絶対無理。ああ、まあスパルタなことは確かだな。けど騎士団ってのは人を守るのが仕事だ。そのためには多少の訓練には耐えないとな。へえ、いい心がけじゃないの。そうそう、偉いですよ。マティアさんの強さって普段の訓練の成果だったんですね。うん、ちょっと、こいつらに褒められるなんて、なんか悪いことが起きるんじゃみたいな顔やめてよ。そうですよ、もう行こう。スーちゃん、驚いたが、あ、まあいつらなりに認めてくれたのか。じゃ、もう一頑張りするとしますかね。待ってろよ、ジュリオ団長、シャノン副団長、今度こそ俺が任してやるからな。武器を作るのか。で、どれにするんだ？防具を作るのか。どの武器を改造するんだ？つけるパーツを選んでくんな。つける、どの武器を改造する、つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。
つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの特性をつけるんだ？これでいいんだな。完成だぜ。ほら、受け取るな。時々おじいさんみたいですよね。どこがだ。行ってみろ、ディディ。何があるかな。お、これ役に立ちそう。いいもの作れるといいな。受けてみろ。負けないぞ。うん、ビシッ。スーちゃん大大大勝利。右よし、左よし、俺様かっこいいよし、なんてな。これが狩りを追い払うための道具ですか。そうだよ、私たちが考えた狩を追い払うための切り札なんだ。それさえあればきっと狩竜も。わかりました。それでは行ってきます。フーコ、頑張ってください。一発ぶちかましてやれ。Thank you.
ちの作った道具役に立ってよかった。おめでとう、ふーこ。これで僕の故郷は守られました。ありがとうございます。二人は僕たちの故郷の救世主です。ちょっと、救世主だなんて大げさだよ。いいじゃねえか、滅びゆく世界を救ったんだ。二人は間違いなく救世主だと思うぜ。そうだよ、フーコちゃんの故郷を守るんだって頑張ってた二人、かっこよかったよ。そうですか、救世主か、なんだかくすぐったい。救世主の二人に僕からの贈り物です。僕の宝物、ぜひ持って行ってください。あ、これ色は違うけど、あの石みたい。これで3つ目。ふーこ、素敵な贈り物ありがとね。さて、これで一件落着のようだね。ええ、調査もこれくらい済ませれば十分でしょう。そろそろ戻りませんか。そうだね。二人とも、絵の世界はとても面白かったよ。それに、君たちのことも見ていて楽しかった。え？私たちを見てて楽しかった？ああ、苦境に立たされても屈することなく前を向く姿、そして他者を思いやるその姿勢、まだまだ未熟ではあるけど、錬金術師として必要なものは備えているみたいだね。はあ、褒められてるのかな。ああ、僕がここまで人を褒めるのは珍しい。よければこれからもよろしく頼むよ。僕ができることならいつでも手を貸そう。もちろん絵の調査以外でもね。わあ、いいんですか。すっごいありがたいです。いや、構わないよ。常に同行していれば君たちのことをたくさん観察できるしね。え、観察？乙女を観察しようだなんて、アルトさんのスケベ！別にそういうわけじゃない。
ただ僕は、アルトさんもスケベだったなんて。男の人ってどうしてみんな。だから違う。おい、話を聞け君たち。おい、姉貴、装置の分析結果が出たみたいだぜ。ありがとう。見せてもらえる？なっちゃ、これはひどいわね。ああ、困ったな。これじゃ思ってたより早く。ええ、何かしら対応を考えなくちゃね。ふっ、頭痛い。こっちの世界にも救世主ってのが現れないもんかね。第6話、イニシエ。調合に移らなきゃ。材料、材料に、たい。なになに、誰が喋ってるの？に、なりたい。リリー、どったの？変な声が聞こえたような気がして。また絵の声でも聞いたんじゃない？リリー最近頑張ってるからね。多分気を張りすぎなんだよ。そうなのかな。さあさあ、こういう時は息抜きが大事。次の要項も届かないし、どっかに遊びに行こう。そうだな、イルス賞のアトリエなんてどう？美味しいお菓子食べさせてもらえるかもしれないし。スーちゃん、お腹空いてるでしょ。わかった。じゃあ師匠のところにお邪魔しようか。うわっ、思いっきり雨降ってるけど。今さら諦めるのも知るのだ、リリー。お水重い、お水重い。やることやること。次の予定は、どこ行く、どこ行く。君たちか、よく来たな。フリッツさん、大丈夫ですか？すごい油汗。いや、問題ない。ただの胃痛だからな。
ってそれ、私たちでよければ薬を作ってきますよ。薬を作る。言ってませんでしたっけ、私たち錬金術師なんです。なんとそうだったのか。縁というものは奇妙な。うんうん、安静にしててください。胃薬ちゃちゃっと用意してきますから。あ、すまない、よろしく頼む。これいいアイディアかも。お出かけお出かけ。客か、空いてるぜ。お邪魔するわね。あれ、パメラさんだ。菓子屋に来るの珍しいような。確かにそうね。お部屋のドアノブが壊れちゃった。別にそのままにしてもいいんだけど、やっぱり気にない？だからグレースさんから腕がいいって聞いてこの鍛冶屋さんに来てみたの。なるほど、そういうことか。なら任せとけ。俺たち昔どこかで会ったこと。確かにそんな気がするわ。どこで会ったかは思い出せないけど。どこだ、南の方か、それとも西の方か、それとも。パメラって言ったか。今度飯でもどうだ。きっと俺たち気が合うと思うんだ。まあ素敵ね。ぜひご一緒させていただくわ。うん、じゃあ決まりだな。おっと、ドアノブの修理の件なんだが。なんか二人ともすごい意気投合してる。あははは、ちょっと変わった者同士、波長が合うんだったりして。品物を並べたからですか。そうですね、新商品の力は確かに大きいです。でもそれ以上に人気なのが量販サービスですね。一日に複製する数には制限を設けているのですが、それでも
お客様はひっきりなしでして。制限なんてあるんだ。便利すぎてお客さんが堕落しちゃうからとか。いいえ、私の体質の問題です。道具を複製しすぎると、それはそれは大変なことが。大変なこと？それって一体？今はまだ内緒です。お二人がもっとお店で買い物をしてくれたらお教えするとしましょう。ちゃっかりしてるんだから。でもコルさん、無理だけはしないでくださいよ。そうですよ、お仕事のしすぎで倒れちゃったら元も子もないですからね。ええ、気をつけるです。でもランク制度のおかげで都がにぎわってる今はビジネスチャンス。今より紹介を大きくするためにもっと頑張らないと。コルネリアさん？リディさん、スーさん、実はまた新しいサービスを始めようと思うのですが。あ、そうなんですね。量販サービスの次は一体どんな？ズバリ、使った道具を元通り安心補充サービスです。え？補充サービス？違います。使った道具を元通り安心補充サービスです。そこにこだわりあるんだ。それってどういうサービスなんですか？ですね、量販もそうだけどコルネリアさんのお店って便利すぎる。嬉しいです。量販サービスも使った道具を元通り安心補充サービスも頑張りますのでこれからもコルネリア商会をご贔屓にです。道具の補充ですか？お値段はこれくらい。どれを？
ナムクママに。こんな道具作れるかも。どんなものを作ろうかな。どの触媒がいい。さて、どれを使おうかな。よし、この辺にこうすると、こうすると音、これで、どうなるか。とりあえずできた。どの特性をなかなか上手にできました。新しいレシピに挑戦、挑戦。
かな。これでさあ、切れよし、とりあえず特性はどれにし、これなかなか上手にできました。どの材料はっと、どの触媒がいいかな。よし、始めます。